中学高校生を対象に体験公開を通じ協調と連帯の精神を培い開示思想の普及を図る少年の船の開壇式が8月9日日本丸船上で行われました。今朝も朝2時に起きてお天気にしてくださいとお祈りしてくださいね、必ずお天気にしてください。そこで私はですね、今日、今年の5月4日で満91歳、ただ老眼鏡もない。それで私の主治医は日本一の犬原博士で、休暇を年に2、3週間取ってくれと言うから、時間がないから取れない。それじゃいつ取ってくれましたと言われるから、死んでからまとめて休暇をもらう。隊長、礼！頑張れ！やってくれ！お礼の言葉、8月1日、多くの期待と夢を乗せ、成田空港を飛び立ちました私たち B グループの隊員466名は、約1週間にわたる洋上研修や飛行地活動を終え、ただいま全員元気に帰ってまいりました。振り返れば過ぎ去った日々はあまりにも短く感じられ、またまだ後悔を続けたい気持ちでいっぱいです。この466名の新しい仲間と共に過ごした貴重な時間を何よりの財産としてこれからの人生に大いに役立てていきたいと思います。礼！体験公開の機会を与えてくださった笹川会長と日本丸乗組員に団員代表より感謝の花束が贈られた後、今回の少年の船に参加した中高生927人は船上での数々の訓練、寄港地グアムでの交換会など多くの良き思い出を胸に日本丸を後にしました。